いや、初めてです。初めて行く。何があるかもまだ何にも。はい、ほんまにそんな勢いでこれなんか嫌な匂い。嫌な匂い。やってきました。もう僕は今日一番本当にここもうメイン。はい、でまあ最近じゃないんですけど、ニコットニコットが匂い店をやっているんで、ちょっと潜入したいなと思って。匂い好きですか？匂いフェチ。ほんまにニコットニコットよく行くの？いや、初めてです。初めて行く。初めて行きます。ほんまに？ほんまそんな。嘘やろ。いや、ほんとです。ほんまに？何があるかも、まだ何にも入ったこともないですよ、ほんと。いい匂い。バラいい匂いですね、めちゃめちゃ。ああ、いい匂い。これどうやってこれ。なんか書いてる。あ、そういうの。本じゃない。本じゃない。花なんですね。うん。僕5月なんで、誕生日。5月生まれの、ね、花はね。ああ、いい匂いがすごい。めっちゃいい匂いです、ね。でも、完全に、はい、そういう香水じゃないけど、ガチな。ガチの花の中。花の、なんか、ここに花びらがあったら、ここにくっつけたよ。前に顔なんかそういう運的なんか。ああ、リラックス効果だよ、ね、うん、和室の匂いがしますもん。いいしね。ああ、いい匂いです。あ、ガムグナがありますよ。戦国武将が有名、ね、ああ、なんか炭とか、ね、ああ、やっぱそっち回収測定室。匂いの、なんかいろいろあるみたいで。めんつゆが70。え、結構。え、駅のトイレ臭いっすよね。靴は、あ、わかる。駅のトイレも靴の中の方が臭いんですか？うん、らしいね。悪性病原菌が多いってことだね。ちょっと言ったってみよう。どこやりますかね、ちょっと。そうだったよ。服とか、なんかその直接安定するとか。服でも洗濯機の匂いってこと。ああ、洗濯機の匂いって。あ、ちょ、この中ちょっとね、いろんなものが入ってるんで。130。やばいっすか。え、やばいっすか。え、草や匂いレベル2みたいな。草、え、これが2ですよね。これが臭いって臭いって言います、ね、激臭レベル。はい、食べたくない。やっぱりもうなんか、うわ、そんなわ、わかるわかるわかる、わかりますよね。わかるわかるわかる。なんか香水はなんかそのフランスとかあっちがなんか、あ、そうですね、風呂に入らない文化があるから、、うん、その匂いを隠すために、うん、ちょっと嗅いでみたいと思います、ね、あ、いい匂い。なんかジャスミン、あ、嗅いだことあります。これなんか匂いって結構、匂いって結構大事らしいんですよ。なんか初めに異性と会った時の第一印象とか言って匂い大切らしいです。やってきました。もう僕は今日一番本当にここもうメインです。これどうなんかな、 YouTube 的には。あ、でも年齢制限なしっていう。あ、ほら、ほら、びっくりした。なんか大体なんかダメな、あ、オッケーってこと。そう、オッケーオッケーだ。ちょっとこれが、あ、僕男よりも女なんですよ。でもこれ胸ある。どういうとこ？胸ある。でもこれ胸ある。どういうとこ？胸ある。は
もしれません。こっち、こっち。あ、こっち男ですよ、やっぱ。こっち男の匂いで、こっち女の子の匂い。なんか柔らかい、なんか女の匂い。女の子の部屋の匂いします。女の子の部屋の匂い。あ、こっちは男の子の。こっちはちょっと小綺麗な男の匂いします。まあ僕の家はこの匂いします。こっちじゃない。こっちは本当女の子の匂いします。なんか反応してる。匂いすんの？うん、これし。カメムシ。ちょっと匂ってみてよ。いやだな、カメムシ嫌いなんですよ。いや、わかりますか？カメムシですか？わかる。すっごいリアル。知らないよ、男の。なんか臭そうだな、なんかね。この人ですかね。どういう感じ？なんか、いい匂い、無臭みたいなの。うわ、なんか汗じゃないです。そんなにやな、臭いとかじゃのレベルじゃない。ドリアン、これはもうあのよく臭いって言います、ね、匂いレベルさ、開けてびっくりでしょ。いやもう本当僕匂ったことないんですよ。くっさ、オナラみたいな匂いしますよ。でこういう感じで色が一番強いやつ。カレー臭。でも酸なんだ。さっきのドリアンと全く一緒なんだ。で4です。中国、台湾、香港で食べられている豆腐ということで、くっさ、俺結構リセットしていける。うわっ、ほんまに、うわっ。そんな勢いで、なにこれ、シュールストレミングっていうスウェーデン、あ、魚のやつだ。あー、ニシンみたいなやつですね。はい、もう嫌だ、もう嫌だ。やばいね。あ、でもまだ4なんだね。いや、足の上に。くっさ。これなんか嫌な匂い。嫌な匂い。みんなで集まった時に家から誰これ？この匂いがするんですよ。もうだって誰だ？こっからの距離からすごいするもん。くっさ、くっさ。これクジラです。ああ、クジラ。悪種の最終兵器。なんか。昔日本とかなんかどっかの国とかもなんか作ったみたいだね。なんか繊維を喪失させるために匂いで。やばいなこれ。ちょっと、あー臭い臭い臭い。な、例えようがない。なんか何なんですかねこれね。ちょっとごちゃごちゃして、悪い匂いって知らずにもういい匂いだと思ってこうふってめっちゃ近くにこう買いに行ったと思うんですよ、本当に。うん、やばい。すっごいもうなんか途中泣きそうになったんですよ、本当に。うん、結構本当鼻いいんで本当、やばかったです本当に。
本当に匂いってね、本当子供から大人までね楽しめるいい。もう終わるよね。もう2、ね、2日から2日ですね。2月22日。ほんまに22です。いつだ。2月2日です。2日やろ。はい、2月2日まで、ね、やってるんで、まあ、1月19日って言ったんですけど、延長して延長して2月2日まであるんで、まだあります。はい、本当子供から大人まで本当楽しめる本当美容店だったと思うんで、でも本当にもうグッていくのは本当に思ったです。本当にもうおえってなって泣きそうになるんで。そうですか。いや、ちょっとガチで。ほんまに。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。